あーちゃん、あーちゃん、あーちゃん、あーちゃんはそこに寝てていいよ。あーちゃんは病気になってしまいました。病気というか症状になってしまいました。乳腺炎だよね。あーちゃんが乳腺炎になってしまいました。本当に辛かった。山場は越えたけどさ、昨日の夜泣きながらゆっくに電話したよね。ね、って言って、どうしたのって言って、そう、おっぱいが痛いって言って、なんか昨日風呂上がりになんか熱が出たんだっけ。そう、なんかね、おっぱいが痛いことに気づかなかったんだよね。これは普通に張ってるだけかなって思ってて、うん、でも昨日はいつもと違う痛みが右胸だけにあって、うん、もう痛すぎて、うん、何って感じだった。なんか抱っことかするのにも痛すぎて、うん、ここになんかこう圧迫する力がかかるともう痛いみたいな、うん、授乳すれば治るかなって思ってたら、うん、なんか関節痛いなみたいになってきて、うん、めっちゃ熱出そうみたいな、うん、インフルの前兆みたいな。はい、でも全く喉痛いとか鼻が出るとか、うん、そういう症状が全くなくて、でちょっと胸が赤くなってたんだよね。待って、これもしかして乳腺炎かと思って、うん、夕方調べて、僕乳腺炎かもしんないってママに話してたので、寒気がしたから、うん、あ、寒いのかもしれないと思って、うん、めちゃめちゃ熱いシャワーをもうずっと当たったの、うん、でそれで出てみたら、うん、もっと寒くなって、もう顔真っ青みたいな。で、はって思って熱を測ったら8度くぶ。それはちょっとなんで、みたいな。なんで熱が出るってなって、もう確実にもう乳腺炎ってことがそこで結びついて、あ、胸が痛かったのと、で症状を調べたらもう全く全部合致してて、ですぐもう母乳外来に電話して、ね、おばあちゃんに一人だったらやばかったよね。絞ってもらって、うん、自分でやるのが一番辛いから熱も出てるし、うん、やってあげてくださいって母乳の外来の助産師に言われて、でその塊のところを、うん、流しながら、うん、いてーと思いながらやって、うん、したらちょっと楽になって、うん、でもフグは泣くからさ、うん、それは絶対授乳してくださいって言われるわけよ。もう高熱でしんどいけど、うん、でも問題ないだもんね、乳腺炎って。そのおっぱい自体 は大丈夫。その黄色いものとかが出てなければね。そう、感染とかじゃなければ。私のは訴えって言っても溜まっちゃってるっていう感じだったから、まあ、一番シンプルなやつ。そう、まあ、飲ませて、ほんと救世主だよね。お願いだ、いっぱい飲んでくれって言ってね。彼しか助けられないんだよ。産婦人が言ったけど、うん、なんか全然硬くないって言われて、うん、軽症みたいな、うん、軽症で、軽症で結構きついんだ。頭も超痛いし、うん、ポンスの時は結構ポンスが飲み上戸だったんでしょ。次男の方がなんか弱いなって感じはあるし、私がもうちょっとまめにおっぱいマッサージはポンスの時の方がしてたと思う。ああ、なるほどね。2人目だから開通も早くて順調に出てたから、逆におっぱいマッサージなんてしないでそのまま上げてたんだよね。そしたらこう元の部分が私は凝り固まっちゃった。下の部分とかね、根元部分みたいな。マジ大変じゃない、女って。なんでさ、男はさ何もないのもうこればっかり思う。もういつも言ってるけど、まあまあそうだけどね、確かに本当に確かにそうだね。よかったって思えない。ありがとう、あーちゃん。症状になってしまいました。今はちょっとマシになってるけど、まだまだだよね。うん、頭がもうトンチンカンに痛い。起き上がると破滅しそう。ということで、ちょっと長く回すとね、あーちゃん疲れちゃうので、もう切ります。いやー、ヨーグルト食べさせて。あー、ヨーグルトか。あーちゃんにさ、なんかさ、スリリンゴ食べさせてくれたみたいな。そう、なんかやったよね、うん、
いい？じゃあ持ってくるからね。あー、ソフールだ。嬉しい。はい、白高ぶだよ。あ、白高ぶ、あん。で、産婦人科の人がさ、その本当に搾乳じゃなくて吸ってもらう方がいいから長男に吸ってもらうとかもありって言ったでしょ。うん、ポンスはもう吸えないもんね。うん、試しにでもやってみるか。一回もチャレンジしてはないし、恥ずい、もう。うん、なんかもう恥ずかしいよね、ポンス、うん、ポンスがおっぱい飲むってなんか考えられないな。うん、昔はあんだけ飲んでたけど。だから今週ね、冗談じゃなくて、俺が死ぬね。嫌だ。なんで？恥ずかしいから。でもなんか私のリプに、旦那に吸ってもらいましたって言ってる人いた。毒を抜くみたいな感じでしょ？そう。えっ！そう。えっ！でな。そうそうそう。恥ずかしいよな。気持ち悪いと思うよ、でも。吸う方も。まあ、むずいよね、多分。普通に赤ちゃんじゃないとさ、難しい仕様になってるでしょ、このシステムが。そう。あーはーん、もうやだということで、あーちゃん、お大事に、というサブちゃんでした。ごめんね、とって。懐かしく思う時が来るからいいよ。声が弱い、あーちゃん。あーちゃん。でもこれさ、赤ちゃんのためだから頑張れるんだよ。すごいよね、ママたちって。あーちゃん、おやすみ。あ、ごめん。バイバイ。はい、サブちゃん終わりです。バイバイ。